はい、皆さんこんにちは、タツノリです。今回この動画では Amazon のプライムビデオをテレビで見る、視聴する方法について解説紹介していきたいと思います。はい、それではですね、最初にテレビで Amazon のプライムビデオを視聴するために必要なものとか準備だったりとかを解説紹介したいと思います。で、一番最初にですね、まず必要というところで Amazon のプライム会員に登録する必要がありますというところです。で、すでにですね、このプライム会員に登録されているという方もですね、多いかと思いますので、そういった方はですね、次のところまで飛ばしていただければなと思います。で、未登録という方はですね、そのスマートフォンだったりとかパソコンだったりとか、まあデバイスは何でもいいんですけど、インターネットに接続していただいて Amazon のサイトとかに飛んでいただいてですね、こういったところにあるそのプライム会員に登録するための手続きを踏んでいただければなと思います。で、プライム会員にですね、登録するためのページへのですね、URL リンクについてはこの動画の概要欄の方に貼っておきますので、そちら活用していただければなと思います。で、そのプライム会員に、まあ、登録が終わりましたよという方でですね、次に必要なのがインターネット環境となります。ご自宅にですね、まあそのテザリング、スマホのインターネットを共有するっていう機能でもできなくはなかったりするんですが、基本的にはその Wi-Fi の環境が推奨となります。で、ご自宅にですね、 Wi-Fi 環境がないという方はまずそちらの準備をお願いします。で、その、まあ、Wi-Fi 環境もあるし、そのプライム会員登録も終わったよという方はですね、次にテレビもしくはそのデバイスの準備となります。で、もしですね、そのご自宅にですね、インターネットにその対応したスマートテレビみたいなものがある方はですね、そちらのテレビを使っていただくと、まあ、直接プライムビデオをそのテレビから再生することができたりします。例えばですが、ここに今映ってるのがそのレグザですかね、東芝のレグザの、まあ、リモコンを紹介しているページになるんですけど、こんな感じですね、そのプライムビデオとかその YouTube とかインターネットのコンテンツにアクセスできるっていうですね、テレビの多くがこんな感じでリモコンのボタンとして、すでに多分最近の機種ですとボタンから一発でアクセスできるような作りになってるかなと思います。で、そうしたですね、機種を持ってる方はそのプライム会員終わっていて、このプライムビデオのボタンとかを押すとその設定画面とかに飛びますので、こちら使っていただければいいかなと思います。で、このこうしたですね、リモコンというかテレビがすでに対応しているスマートテレビみたいなのを使っている方は、そのテレビのですね、取扱説明書だったりとかを確認していただければなと思います。で、そこからもうアクセスして動画が見れるかと思います。で、今回ですね、そのまあ、メインで紹介していくのがこちらのですね、スマートテレビじゃないよっていう方向け、まあ私の家もそうなんですけど、そのインターネットにテレビ自体が対応してないという場合のケースですね。で、そういった場合にはですね、Fire TV Stick と言われるようなですね、デバイスを使うことで、そのテレビでプライムビデオを視聴可能となります。で、そのテレビ側にですね、HDMI ケーブルを差し込む箇所があって、で、Fire TV Stick などのデバイスがあると視聴できるというところになります。それでですね、その Fire TV Stick っていうのが、まあ、どういった製品になるのかっていうと、今この画面に映しているような製品になるんですが、まあ、ここは今ちょっとブラックフライデーっていうですね、セールで安くなってるのでこの値段ですが、まあ、普段は4980円ぐらいする製品ですよと記載があります。で、まあ一つポイントがあるんですけど、これ購入していただくタイミングでですね、デバイスを Amazon アカウントにリンクするなんていう項目がありまして、ここチェックマークを入れていただいた上で購入していただくと、最初のこのデバイスのセットアップが非常に簡単になりますので、その Amazon のアカウントを作った上で、ここにチェックを入れて購入していただくことをお勧めします。で、ここのチェックを入れていただくと、最初に Wi-Fi の設定とかを行うだけで、そのデバイスがすぐに使えるようになるよっていうところですね。で、この Fire TV Stick のですね、リンクについてもですね、この動画の概要欄の方に載せておきますので、そちら必要に応じてご利用ください。で、その Fire TV Stick のセットアップ方法も非常に簡単となってまして、その Amazon のですね、ヘルプカスタマーのサービスのページを確認しますと、こんな感じで、そのセットアップするための動画だったりとか、その手順を記載したその方法がですね、書いてありますので、こちらを参考にしていただいて、最初の Fire TV の端末のセットアップをしていただければなと思います。で、こちらのページのですね、URL も
動画の概要欄の方に記載しておきますので、必要に応じて参考にしてみてください。はい、それでですね、実際に今回使っていくのが、こちらの Fire TV スティックになります。まあ実際に電源用のケーブルがここに刺さりますが、こんな感じで非常に小型というところですね。一応参考までにというところでありますが、こっちが iPhone の7で、Fire TV スティックがこれぐらいのサイズです。で、こちらが Fire TV スティックのリモコンです。で、テレビのリモコンと比べると、これくらいのサイズと。はい、それではですね、ここからは実際にそのテレビを使いながら、そのプライムビデオをテレビで見る方法について実践紹介していきたいと思います。で、このリモコンですね、今この輪っかの部分がコントローラーになってまして、こいつを左とか右とか、で、真ん中の部分がプッシュできるボタンになってるので、こいつを使ってですね、こんな感じでこう押して操作をしていきます。それでおそらくですね、この Amazon の Fire TV Stick が、そのセットアップの終わった段階で起動しますと、こう操作していった先にプライムビデオなんていう項目があると思いますので、そのプライムビデオの部分でこのリモコンのボタンを押します。で、プライムビデオが起動しますと、こんな感じでその時見れる動画とかのですね、コンテンツが表示されます。で、こうやって操作をしていきながらその動画を見ることができるというところですね。で、まあ注意点としましては、例えばですけれども、その見れる項目の中にですね、こう割とナチュラルな感じでレンタルまたは購入とかっていう項目が出てきますので、まあこういった部分はですね、追加の料金が必要となったりします。例えばですが、このミラベルと魔法だらけの家を見ようとすると、こんな感じでレンタルの場合は199円かかります、映画を購入する場合には2000円かかりますよ、なんていう表示が出てきます。で、まああと他の注意点としましては、このプライムビデオの場合ですね、その映画とかで洋画の場合ですね、吹き替え映画とかあるかと思うんですが、そのボタンの方でその吹き替えか字幕かっていうのを切り替えるのではなくて、もう最初からですね、番組が吹き替え映画なのか、その字幕版なのかというところが決まってたりしますので、その点はご注意ください。で、Amazon のですね、オリジナル作品とかですと、動画のですね、再生中にこのリモコンのオプションボタンを押しまして、そうするとテレビの項目の中に字幕なんていうのが出てきますので、この字幕なんていうところから複数の言語を選んだりとかっていうことができます。音声の切り替えも同様にオプションをしまして、音声の方も同じような形で日本語なのか他の言語なのかっていうところを切り替えられたりします。まあこれはですね、この Amazon のオリジナル番組のみ現状なっているようです。で、この一応画面一番左の項目の中のこのホームとかストアとかライブ TV、マイアイテムなんてありますけれども、そのマイアイテムなんていうところを選ぶと、自分がですね、ウォッチリスト、お気に入りに入れた番組、映画だったりとか、自分がすでに購入した作品とかをですね、確認することができたりします。あとですね、その Fire TV Stick のリモコンにですね、こんな感じで、プライムビデオのボタンがあるという場合にはですね、このボタンを押しますと、一発でプライムビデオのアプリというか、プライムビデオの画面にアクセスすることができるようになりますというところです。